そういうゲームはね、ちょっと好きじゃない。いらっしゃい。あーいるね。いらっしゃい。もう一回打つ。もう一回。俺がやっちまう。あー高い高い、リリオも高い。ごめんなさい、完全に声割れたね今。 ありがとう。はい、こんにちは、ミーヤです。今日はずっとディビションをやってたので久しぶりに BF4 をやりたいと思います。はい、しかもこのノシャーキャナルじゃない、なんだっけ、ドラゴンバレーかは BF4 初になります。今更ですけどね。はい、そう、M4 あ、じゃねえやなんだっけ、BF3 の頃のノシャーはもうね、このマップかメトロのマックスチケットをひたすらやり続けるっていう修行をねやったわけで、だいぶお世話になったマップでございます。はい、私の FPS のルーツはここにあると言っても過言ではないそんな感じです。はい、久しぶりでワクワクしてます。あ、まあいかんせん何よりBF3 が、 BF3 じゃねえや、 BF 自体がとても久しぶりすぎて操作がおぼつかないかもしれないというね。ファーストエイドだ、持っていけよ。さあ、このBF 的、あああ、最悪。ちょっと操作がまだ、とっさの判断がまずいですね。判断してる時点でもう反射神経で動かないとこういうゲームはダメですよね。考えて動いてたら遅いから。なんかいるな。もっと頑張れ。あ、ミスミスミスそういうこともあるよね。あ、ありがとう。あ、死んだ。どんどん行きましょう。早く感覚を戻さないと。注意しろ、対戦車両を発見した。当たる。まあ牽制ぐらいにはなんねえな。敵さんがいないような、いるのか、いないような。よし、我々が首位だ。そこにいますか。やばいやばい、まあやばい、ちょっと撃ち合ったのミス。早く逃げるべきだった。まあ、今 M16A4 を使ってるんですけど、やっぱね BF3 の M16A3 がとても恋しい。あれで鍛えられましたよ私は。だいぶ、ちょっと待ってね、ディビジョンの癖でジャンプボタンとスポットボタンがねごっちゃになってるんですよ。ホッとするのは十条上を押しちゃう。あ、間に合わない、ごめん。いた、今いた、いないね。あ、いた。この位置はまずい。後ろか、やったか。もうちょっと今のはバースデー武器の欠点が見れましたね。
連打が、あ、ほらまたミスった。この位置はまずい。あ、助かった、ありがとう。ファーストエイドだ、持ってけよ。うわあんまね、急に大きい声出すと声が割れちゃう。ちょっと武器変えよう。やっぱこのステージは接近戦っていうか遭遇戦が多いから AK とかファマスとか高火力が有利なんでしょうけど、ちょっとね今使っても敵兵を派遣、注意しろ。うまく操れる自信がないので低レートできます。やべ、ミスった、撃ちまった。あは、やばいな、だいぶ鈍ってる気がする、エイムが。まずいまずい。ゴーゴー。うわ、横に出れるか。バレてるー、ミスった。来るな、来ない、いない、いた、まだいた。横に来るよね、そうだよね、うん、しょうがない。今の足音聞こえたけど振り返れなかった。てかグレネードってどのボタンでしたっけ。どれだ、これか、これか、やべ、いた、登らないんかい。こっち見てるよね、後ろにいるな。やっぱり やばい、いる、あぶねえ、グレード投げちゃったよ。さっき。やっぱりね。くそ、しょうがない。ありがとう。いるよいるよいるよ。あ、ごめん。いや、しょうがない。そういう時もある。いや、でも実に BF は楽しい。やっぱね、ディビジョンはハマらなかった。なんつうか、RPG じゃないですか。で、武器も作れば作るほど強くなるっていうやつで、そういうゲームはね、ちょっとね、好きじゃない。っていうのはもう、事前に知ってたんですけど、強い武器を作るために同じマップをぐるぐるしなきゃいけないっていうのはちょっと苦痛でしかない。ああ、そう、やっぱね、もう、おお、あれ、やっぱプレイ時間の長い人ほど強くなるゲームっていうのがちょっとね、いまいちハマらないんですよね、私。この、何？キャラクターにレベルのあるゲームというか、そういうのがちょっといまいちかな。クリニックだ。手当ては必要か？大丈夫か？医療キットだ。ね、BF みたいにレベルがなくて、やればやるだけ強くなるっていうわけじゃないじゃないですか。いや、まあそういうわけなんですけど、なんていうの？キャラクターが強くなるわけじゃないじゃないですか。まあ、日本語おかしかったな、切ってるね。うわ、上だ、いらっしゃい。え、
自分の経験値が上がっていくことにより練習することによって強くなるゲームが好き、うん、例えばこういう FPS にしろ格ゲーにしろ、あと動画も上げてる車のゲーム、ああいう自分が練習しただけ強くなるゲーム、速くなるゲームっていうのが好きです。あ、完全にミス、やばいな、だいぶ勘が鈍ってるな。ありがとう。メディック、もう行けそう。FPS 的勘が鈍ってございます。蘇生来ないか。ごめんなさい、鼻声で。花粉かなこれは。風邪か。なんかいる。はい、私が隊長です。裏か、違うな。気をつけろ、敵の兵士を発見。オーバー、敵兵の姿を確認。あぶね、間違えた。しゃがむボタンってどれだっけ。これか、どれだこれか。あー、やばい、あぶね。シャガボタンってどれだ、これか、これか。やばい、逃げろ、危ねえ。ファーストエイドがある。なんか後ろ追っかけてきた。やばい、撃っちゃった。向かい撃つ、いらっしゃい。あーお帰りされた。うん、まあもう試合も佳境なのでファマス。はい、ここはファマスでしょ。 AK か。来るな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 、来たー。はいはい、もう一回。あれ来ない。ごめん、リロードが遅い。来るか、フラグ行くぞ。いるな。MP7、 ちょっと MP7 のガチの距離でバッティングしてしまった。でもあの距離ならファマスにも互角なはずなんだけどな。間に合い、いるね。いらっしゃい。オッケー、いらっしゃいじゃねえか。いらっしゃい。あー、完全に両方使った今今の人ハンドガン武装してた。トーリー出てこーい。ほら、あれ、やべ、くそー、今のは私の限界の力でした。敵兵を発見した。とりあえずグレを投げたことっていうのを思い出した。敵の兵を発見した。
ほらグレー当たったそうそう、そんなことやってたな。リスク変わったな。なんかある。出るで。いるな、どっかに。裏か。いや、ちょっと出れない。ミス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 。向かい撃つ。オッケー。こっちか。オッケー。俺がやっちまう。ああ、長い長い、リロード長い。ごめんなさい。完全に声割れたね、今。ありがとう。嘘だろ、嘘だろ。うわ。やべえ。はしゃぎすぎて声が完全に割れた。ね。ごめんなさい。はい、ということで、BF 楽しいですね。はい、それにつきます。ということで、まあ、キルレは 1.5 ぐらい、うん、まあ、いいんじゃないでしょうか、最初ぶりにしては。はい。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。それでは。